モスクワイコール畑武村、ロシアのプーチン大統領は11日、シリア北西部ラタキア近郊にあるロシア軍の空軍基地を予告なしに訪問し、シリアに駐留するロシア軍の撤退開始を命じた。基地ではシリアのアサド大統領が出迎えた。軍は一部で撤退を始めたが、完了時期は明らかになっていない。プーチン氏はロシア軍兵士らを前に、国際テロ組織を壊滅させた。大部分のロシア部隊は祖国に帰還する、と演説した。ロシアは2015年9月、イスラム過激派組織、イスラム国、総統を名目にシリア内戦に介入。プーチン氏が今月6日、総統作戦の完了を宣言した。